村山市の小学校である特別な給食が提供され、子どもたちが地域の旬の味覚を味わいました。村山市立麓小学校です。今日の給食は市特産の純菜が入ったすまし汁と、市内で採れた佐藤錦が一人5粒ある特別給食。なんとも贅沢です。今日さくらんぼもあるし、とても楽しみです。この給食は子どもたちに地域の旬の味覚を味わってほしいと、市が毎年この時期に提供しています。いただきます。早速子どもたちは今日のメインディッシュの鶏肉の香草焼きを頬張り、ご飯をもぐもぐと食べ進めると、ぬめぬめしてる、ぬるぬる食感の純菜。初めて食べる児童もいれば、小さい頃ちょっと嫌いだったんですけど、今食べてみたらちょっとなんかメカブみたいで美味しかったなって思います。味覚も変わったのでしょうか。久しぶりの純菜の味は癖になる美味しさだったようです。児童たちは最後にデザートのさくらんぼをじっくりと味わっていました。甘くて美味しい。ぬるってしてて面白い食感だけど美味しかったです。これぞ村山みたいな感じがして、すごい自慢です。児童たちは地域自慢の味に親しむことで、ふるさとを大切に思う心も育んでいるようでした。